確かに小池百合子さんね、はい、週刊誌全然やってないんですけどね、はい、でも週刊誌もやんないけど新聞もやんないんだけどどうなのかな、ね、うん、そうですよね。昨日は会見したんですよ、そうそうそう、小池百合子もやってましたね、あと向こうの告発した、はい、弁護士さんもね、はい、だけど全然やらない、はい、ひどいよね。 NHK ニュースやった？やってた。あ、やってたか、うん、回路だよ。全然やらないんだ。あれはないだろう、うん、あれがね、うん、文藝春秋久々のスクープなんだよ。そうですね、うん、だってその令和2年都知事選の前にその学歴詐称問題が起こってですね、はい、うん、それはまあその石井妙子さんというノンフィクション作家が、はい、女帝っていうね、うん、はい、文藝春秋が出たベストセラーで書いたわけですよね、はい、それで大問題になったんだけど、最初の本から彼女は言ってて、カイロ大学卒ってこう書いてたんですよ、はい、略歴のところに、はい、ずっとね、はい、だからまあ直すわけにもいかなかったのかもしれないんだけど、はい、ずっと書いて、それでしかし石井妙子さんの話によると、その一緒にその頃勉強してた人の女性の証言で、はい、卒業してないということになってですね、うん、大問題になった、うん、そしたらそのエジプト大使館のホームページにカイロ大学の学長の名前で卒業してますと、はい、いうようなその文章が一文がね、はいはい、ホームページに出たんですよ、はい、それで一件落着しちゃったんですよね、はい、そうですね。ところがその一文を、うん、その俺が企画して、うん、A さんっていうのに書かせたと、はい、俺が企画してっていう人が、はいはい、あれなんですよね、元小池都知事の側近というか、はい、都民ファーストの会のさ、はい、都民ファーストそうなんですよね、あそこの事務総長だよ、はい、そうですよね。で A さんって元ジャーナリストって誰か分かんないですけど、はい、A さんが書いた人は、はい、でもそれを持ちかけてそうやって、うん、そこにホームページに出したらいいよと、うん、いうアドバイスをした人が小島さんとか告発しているわけですよ。そうですよね、しかもこの人弁護士だからね、はい、そんなデタラメ、言うとは思えない、ね、はい、だけどこれをね、俺当然週刊文春が、はい、その事前にね、はい、もう文藝春秋の締め切りはまあ、うん、締め切り発売まで10日ぐらいあるわけだから、うん、はい、その週刊文春で紹介して小池に当てるとか、うん、だいたいそういう手法ですよね、はい、普通そうですね、タイプっていうかね、はい、それやってないでしょ、うん、何も今週号 で、はい、で変だなと思って、ただ新聞も昨日の会見、新聞もテレビもそうです、はい、昨日の会見まで何もやってないんだよね。そうですね、うん、昨日会見したからね、はい、でもやってるのかなと思って今朝新聞見たらね、私もなんかやってませんよ、はい、何にも、はい、うん、だから読売新聞はまあこのぐらい2段ぐらいでやってたけど、うん、その小池のあれをね、はい、まあ今小森君に来た NHK のニュースがやってたって言うんだけど、はい、うん、これなんでやんない、なんでやんないですかね。やっぱ小池を支えたいとしか思いないですよね、それしか。だってそれはちゃんと名前を出して、はい、そうですね、しかるべき人が告発してんだから、はい、これは当然取り上げていいと思うけどな、うん、そう、分かんないですよ、これは謎なんですよ、はい、うん、なぜか分からないですね、なんか分からない、全く分からないです ね、 かんないですね、前から彼女にいろんなのが出ても、はいはい、うん、全然大丈夫っていうかね、うん、はい、それでその同級生だった女性も一緒に話をしてますけどね、文藝春秋で書いてますけど、はいはい、うん、いやこれが全然その話題にならないっていうのは不思議です、うん、そうですね、うん、何があるんでしょうか。そもそも同級生だった人が大体一緒に住んでるかったりとかしてるから、そうそう、分かってどれぐらいの実力かも分かるんですよね。あいつは勉強してないよと言ってたかどうかもね、はい、知ってるわけですよ、そう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 、分かるはずですからね。そうなんですよ、だからまあ小池さんは本当はもっと早い段階で、はい、ちょっとあれもなんていうか間違いでしたとか、うん、言い過ぎましたとか、うん、大学行ったんだけど卒業はしてませんでしたとか、はい、言えばよかったんだけど、うん、それを言わないでずっと通しちゃったから、今更もう引っ込みがつかないし、はい、そうですね、だけどあれ選挙候補なんかにそういうこと書いてるわけだから、うん、本当は経歴詐称になっちゃうわけで、もし本当に卒業してなかったら、はい、で大問題なんですよこれ、はい、だけどなんで新聞が追及しないのか、うん、これはもう分かんないですと私は怒ってるんですけどね、うん、大谷あれでしたね、はい、打ちましたよ一平、あ、一平たんだよね、ほんまに、はい、一本打ちました、また一平ちゃん、どうなんですか、すごいね、これ勝ち総額213億円、はい、負け総額270億円、損62億円って言うんだけど、すごいですよね、うん、213億円勝ったらやめれないことに、いやいや、そんだけ勝ってないんですよね負けが先行してるはずなんですよね、まあ、で取り戻して、でも結局62億円そうですね、はい、損しちゃってるわけだな、そうですね、結局まあ検察がああいう発表したんで、うん、大谷に何かが及ぶということはもうない、そうですね、うん、検察側も発表してましたね、まあそうですね、全く関係ないと、そうそうですね、で盗まれただけだと、結局あれはその全部一平ちゃんが盗んじゃったのがね、そうですね、盗んじゃったんだね、すごいね、だけどね、すごいです、
すごい度胸あるねこれ。もうすごいと思ったのは、うん、過去に遡って、はい、通話記録も全部聞いてるわけじゃないですか、そうそう大谷と、うん、だから大谷がそうそう絶対関与してないっていうのが分かる、だから一平大谷のも残ってたってことじゃないですか、うんうん、だから全通話記録は全部残ってるってことですよねまあそうだよね、はい、すごいですよ、うん、すごいよこれ。だから今こういう時代だから全部データというか、はい、気をつけないと残ってるんだよな、はい、日本ってどうなんですかね、そういう権限あるんですかね、国民の、うん、まあ、犯罪者っぽいやつは全部、せめて残っちゃうのか、うん、はい、だけど別に大谷一平なんかは別に犯罪的なあれじゃないからね、うん、ごく普通の人でしょ、そうです、残ってたわけでしょ、全部残ってるわけです、うん、だから全部残ってるわけ、はい、だから日本も残ってるんじゃないですかね。それだとなんか AI で検索して、うん、こいつ捕まえようと思ったら全部圧縮してね、調査するとか、そういうことができるようになるんじゃないかなと思いますね。だからやっぱマイノリティレポートの世界来るかもしれないですね、先に、うん、こいつら今計画してるっていう段階でもう上げるとかね、まあ、そういう点で言えば、うん、早く共産党とか早く捕まえてほしいなと思いますけどね。早く捕まえてほしい。いや、いろんな計画してたと思うんですよ、うん、過去にも、うん、はい、いろんな計りごとを、うん、はい、全部出してほしいなって思いますけど、はい、でも裏金も本当にあったかどうかとか誰が指示したも全部本当はあるはずなんですよ ね、まあ、そうだね、電話が残ってるね、あれは、はい、でも裏金ってね、もう指示も減ったくれもないんだよね。そうですね、うん、はい、裏金問題はね、はい、